審判はどこだ。今すぐ彼の手からシーザーに嘆願書を渡すんだ。もう待機してる。そばへ行って口取りしやれ。キャスカ、最初の一撃は君からだ。いや、キャシアス、目が目自体を見ることはない。何か他のものに移してみるしかない。そうとも、だから残念でならないのだ。ブルータス、君の隠れた真意を君の目に見せられる鏡がないのだから。あの部隊が味方か敵かを確かめたい。すぐに戻る。人の思いより早く行け、ピンダラス。それどころか、このことがすぐさまからかいの的となり、とりあえず元老院を参拝し、シーザーの置き方がいい夢を見たら、その時改めてなどと言い出す者も出るでしょう。今日は外出なさってはいけません。家から出ないのは私が怖がるからだとおっしゃって、あなたが怖がったからではないと。ブルータス様、私は主人の命令によりこうしてひざまずき、主人の命令によりこうして大地に身を投げ、こうして振り伏したまま主人の命により申し上げます。二人よりも年長の者の言葉に耳を貸してほしい。ヘボシジ、なんてざくそました。出て行け、無礼者、行け。許してやってくれ。それでお前の気が休まるなら家にいることにする。ディシアス・ブルータスだ。彼に伝えてもらおう。こうまで、いや、もっと言ってやる。その高慢な心臓が破れるまで腹を立てろ。奴隷のところへ行って君がどれほど感触持ちか見せつけ、ゲロウどもを震え上がらせろ。行け、トバセミサラ、平地に向かって突撃だ。おい、見ろ、ティティニアス、味方の悪党どもが逃げてゆく。俺は自分の軍の敵になってしまった。このきしめ、尻尾を巻いて逃げようとしやがった。だから殺して軍旗を取り上げた。キャシアス、ブルータスの攻撃命令が早すぎたのだ。オクテビアスに対していくらか優位に立ったので調子に乗ったのがまずかった。彼の兵士らは略奪に走り、その間に我々はアントニーに包囲されてしまった。おい、クローディオ、おい、起きろと言ったら起きろ。はい、カッカ。はい、カッカ。二人とも眠りながらなぜあんな大声を出した。私どもはカッカだ。そうだ、何か見たのか。何、ほら、どけ。おい、往来でディストする気か。ギズドに来い。キャシアスではないのか。違う、これはキャシアスだった人だ。メサラ、キャシアスはもういない。ああ、沈む太陽よ、お前は赤い光を放ち夜の闇に沈んでいく。キャシアスの昼も赤い地に染まりつつ終わりを遂げる。ローマの太陽は沈んだ。我らの昼も終わった。行けないではダメだ。行きたくないはなおダメだ。私は今日は行かない。そういえ、ディシアス、病気だからと。シーザーに嘘をつかせるのか。俺の袖を引いたな。話してもらう。あ、キャスカ、さっき何があったか教えてくれ。シーザーは憤然としていたの。なんだ、君は一緒になかったの。一緒だったらキャスカに聞きはしない。いや、何、王冠がシーザーに捧げられたんだ。するとシーザーは手の甲で払いを、こうやって群衆は嫌やに喝采だ。二度目の歓声は。何、それもだ。歓声は三度上がったぞ。最後のは何だ。演壇に立って解放だ、自由だ、主権は市民にありと叫べ。市民および元老院の諸君、恐れることはない。逃げるな。そのまま、そのまま、野心が借りを返したのだ。演壇へ登れ、ブルータス。キャシアスもな。パブリアスはどこだ。神々よ、ありったけの雷電をすぐさま撃ち落とし、ブルータスをコッパみじんにしたまえ。俺は拒まなかった。拒んだ。拒むものか。俺の返事を伝えたやつがバカだったのだ。おはよう、ブルータス。起こしてしまったかな。いや、1時間前に起きていた。一晩眠れなくてね。一緒の諸君は私の知り合いかね。そうだ、一人残らず。それに君を尊敬しない者は一人もいない。話さんというのか。これでもさあ、どうだ、やる気があるなら相手になるぞ。剣を抜け。お、なんだと。よーし、貴様のシャラクス一を一二四ス頂戴するか。ねえ、こっちこそ頼むよ。他人に叩くのはよしにして、俺がお嬢さんになんて叩いたらいいか教えてくれよ。あんたがすぐ来るって叩こう。どんなもんだ。とすればお前にはもったいないぞ。もしは、あなた様ぐらいの後ろ、野蛮人でいたいなら山の中の洞穴にでも追いきなさい。さあ下がって、怒らないで西沢君を。かくあるものはかくあるないとな。わしは牧師先生であるじゃによって。牧師先生じゃ。将来俺に気に入られたいと思うなら頼む。ろうそくとペンとインクと紙を持ってきてくれ。俺も信じた、一生に生きるの。言いつけには従うよ、先生。アホ、アホ、アホを頼む。
豆になる前のさやえんどう、色づく前の青りんご、子供と大人を隔てる溝といったところです。顔立ちはいいが口は悪い、父離れしたかしないかのひよっこで、こだまする山々に向かってあなたのお名前を呼び、おしゃべりな大気まで声震わせてオリビアというようにしてやります。そうなればあなたはこの天地の間に身の置き所がなくなるでしょう。王は栄誉を与えてくれたばかりだ。そして俺は今あらゆる人から黄金の評判を勝ち得ている万歳マクベス、グラームズの領主。万歳マクベス、コーダーの領主。万歳マクベス、将来の国王。この一段踏み外すか、飛び越えるかだ。断固俺の行く手に立ち塞がっている。火を消せ、もしよ、俺の胸底の黒い野望に光を当てないでほしい。その称号こそ、彼ら魔女どもが呼びかけたものだった。そしてさらにはその先まで見通してか、万歳、将来の国王とまで言ったのだ。断固に対し、あなたと私でできないことがありますか。そのベロベロの月のものに、私たち大逆の罪をなすりつければ、それで肩がつくのではありませんか。あとは体中の力を振り絞ってことに当たるのみだ。さあ、奥へ。晴れやかな顔つきでみんなを欺くのだ。いつまでも心を隠すのは、いつまでの顔しかないのだ。スズメバチの針がどこに出てるかなんて誰でもわかるか。お尻だろ。誰でした？あなたの下、お尻のことでくだらないんだろ。さようなら。え、ああ、僕の下に恐れをなして、尻に頬をかけて逃げ出すの。さあ来い、素敵な系統。僕は紳士。かどうか試してみるわ。今すぐ見てごらん。休校のため誰がしますか。いいこと。とぼけるんじゃないよ。信じてお姉様。何ですかそれは。嫌だな。アメに夫を見つけてやることですよ。夫。悪魔だろう。夫ですったら。悪魔ですったら。悪魔ですったら。考えてもみろ、保健所。いくら親父が金持ちだって地獄と結婚するようなバカはいない。何でもビールの量をごまかされたからと時々大声でシシリハケと呼べと仰せでした。ああ、そりゃその店で働いてる娘だ。まさか殿はそんな店もそんな娘もご存じないのです。何さか命令するな、自分の質感にしなさいよ。森に合わせし月の女神ダイアナもこの部屋を歩むケイトの高貴なる姿にはおう、ケイトよ、ダイアナたれ。ダイアナよ、ケイトたれ。いつもな。今、私の居所にあの人が立って、皆さんに会うとき。では、どうして前代未聞で振る舞いになった。それはですね、ペトルーチオさんの格好ですよ。なあ、ルーゼーションさん、聞いてくださいよ。司祭様が何時、キャタリーナを妻とするかと聞いた途端、あの男、あったりめえよと大音上でがなり立てた。